皆さんこんにちは、タコのスルメと申します。メドロット2縛りプレイ実況パート3をやっていきたいと思います。前回はですね、一輝くんが川に流されて谷底に落ちたところからですね、というわけで、無事助けられたようですけど、また助走してますね。例に漏れず女の子の着物じゃないか、すぐ女の子になるからね、一輝くんね。はい、でこの人が助けてくれた、確かカンちゃんだったかな、おばあさん、カンちゃんだったかな、そうですね、カンちゃんっておばあさんですね。山奥に住んでる、ちょっといかにもなおばあちゃんなんですけど、すごい優しい人なんですよね。怖いとか、まあ、ヤマンバとかそういうの連想しちゃいます。おばあさんメドロット君やぎさ、そっか、そのありがとう、お前美味しそうだったから出ましたよ。変なこと言うんじゃないよ、ヒッヒッヒッ、元気なんだよ、さよなら、元気なヒッヒッヒ、怖いよ、食べられるよっていう感じだけどね。そうそうだよね、半端だよね、カンちゃんが、まあ、人を見かけで判断してはいけませんよと。じゃあちょっとメダロットを組んでいきますか。はい、皆さん、それではメダロット組み終わりました。で、どちらもですね、潜水メダロットにしてます。ここフィールドが海岸なので潜水だと足が速いです。で、あとですね、これ右手にスカウト、また索敵をつけてます。相手も潜水メドロットが多いので、これで潜水メドロットがいるともう攻撃が当たらずに勝負が終わらなくなってしまうので、索敵を上げて倒す感じですね。ではやっていきましょう。カンちゃんの音読み落としたの、あ、そう、それは大変だね。これなんで、どうやって帰ろう、あ、下なの、あ、戦闘はカットしますね。進めていきまーす。進めていきまーす。どこ行けばいいの？カンちゃんにはデカミ来てた？カンちゃんにとりあえず話そうか。出てきちゃったけど、はい。帰ればいいんでしょうか？その通りでは上も下も行けないし。ただでかいしないでね。美味しくないよ、きっと。ダメですね。ノラメダロットと超対峙してもらおうかと。どこかで悪さをしてる親玉がいる。そうなの？お前美味しいぞ。こいつはまだ食べることしか考えてないよ。というわけで、ノラメダロット退治。お、ここ、入ってますね。ノラメダロットを退治しに行きます、今から。どうですか？こいつですか？私たちがいるんです。かわいいって罪ですね、キャー。かわいい。かわいいメダロット。ほら。はい、やっていきまーす。はい。あ、できません。私と勝負して。いきなり。ちょっと待って、はい。海岸、あ、水辺メダロットさんですね。この人は、水辺メダロットっていうだけでに、節水のメダロットを使ってます。で、カップ、あー、出たー。皆さん、これやばいことが起こりました。この人は。アンチシーをつけてます。で、アンチシーの何がやばいかっていうと、今、潜水メダロットつけてるんですけど、これですよ、これ。もう、避けれない上に、めちゃくちゃダメージがでかくて、もう本当に60何歩とか。しかも貫通します、これ。で、このカッパーロードっていうのは右手、左手が、アンチシーなので、押せるかな、この勝負。痛いわ。とにかく攻撃を当ててくれ。このためにスカウトを持ってきている。というわけで、アンチシーを連打されると絶対負けちゃいます、こっち。壊してくれ。100がダメ。全然効かないし。まあ、10しかないんだけどね、走行は。ああ、もうこいつやってるわ、ほんとに。当たらなければどうということは。ない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 。やめて、やめて。というわけで、こんな風に潜水メダロットで挑みに行くとボコボコにやられますと。このアンチね、この避けられるからといってもう潜水にするとこうやってアンチにやられてるっていうことですね。で、この対策は、まあ、簡単なんですよ。まあ、ここは、もちろん、
どうなんだろう。ああ、一応ゲームオーバーとかにはなんないんだね。で、対策は簡単なんですよ。それはもう潜水メダルを使わないっていうだけ。それだけ。超簡単。というわけで、リベンジします。はい、倒しましたと。はい、リベンジ完了。スリッパいらないかな。バレルは本当だよ。はい、それではやっていきます。最後は忘れるところでした。こちらですね、シナリオの進行上必ず必要になるパーツを、この先にいるメダットが持っていますと。はい、で、それが何かと言いますと、はい、ここのメダロットですね。ピーティーだからお弁当食べてる。オイル飲むなので、メダロットだからお弁当じゃなくてオイル飲んでますね。で、一緒にお弁当食べますと。そうしますと、はい、変なやつ。はい、ロボロボ団がいるらしいですね。で、ヘビーウェイターもらえます。ヘビーウェイターがないと、この先の驚の魔洞窟の岩をちょっと壊せなくなりますね。で、実際今、自分はヘビーウェイター持ってるんですけど、ここのイベントでもらっておかないと、ヘビーウェイター持ってない人は、山伏から、そこの野良で出てくる山伏からパーツを奪って、ヘビーウェイターを取って先に進むしかないっていう、ちょっとめんどくさいことになるので、持ってない人は、ここで取っておきましょう。で、もう少しで女性メダロットが手に入りますので、何してんすか？お手紙落としたの。さっきもいたな、こいつ。で、もう少しで女性型ティンペットが手に入りますと。で、今、二人で戦ってる状態だと、まあ、こっちじゃないし。二人で戦ってる状態だと、まあ、経験値とか熟練度とかですね、ちょっと無駄というか、もったいないというか、効率が悪いので、早く三体目は欲しいですね。何してるんだよ。おかしいな、お前ら。あ、同じこと言ってます。というわけで倒していきますと。いや、もう、この辺ちょっとやっぱ安全し撃ってくるやつが重いので、さっきの戦車と浮遊光線も戻しました。というわけでやっていきます。していく。おお、あ、これあれですね、アンチし今回の縛りでは使えませんと。これ2000あるな、これ2000ない。あ、あった。ああ、うおー、ね、ことではない。結構強かったんだよね。だから2000目とかやめてほしかったわ。というわけで誰か来ましたと。変な人が来ましたと。を遊んで愛を包み込む華麗なるメダロッター手にかけてるよね。あれレトルトにもかかってるし、まあそんなの見ればわかるね。えっと、はい、はい、行っちゃってるのもよ行っちゃってるのもよ。言い方ね。霊媒してくる。お願いします。あれロボン、やってる人が近づいてきました。ちょっとやばいですよ、この人。すごい、何もしてないけど。でも、その悪党じゃいらないと。悪党に本物に出てくるのが、これは違う悪じゃないですかね。直接戦うことない。アデュー。あー、さよなら。また、自分たちのようにしてんのよ。だよな、運んでってあげるか。待て、さっさと待って。まあこれでしょ、手紙でしょ、手紙。まずはこれ、みんなもできるよ。やばい、気がやってこないと。まあ、回ったのかな。また一さらいのメダロットにとりあえずセーブしておきましょう。はい、ではやっていく。乗ってく、いいね。はい、レッツゴー。まあいいね、近くて。もう、ここめっちゃインカウントするからさ。前か。手紙でしょ？そうそう。はい、これ。そう。見てみようか。
やばいもん作ってます。はい、何柳何してたけど、夏子を柳が助けたのが出会いで、バクバクしかじか幽霊の目だった。何が心配だよ、待ってな、もう終わらないんじゃないかね。幽霊を目だってるためのは柳と、柳助けに行こうか。あちゃん、はい、でこれです。はい、大きいつづらと小さいつづらと立ち話ですね。まあ下切りスズメだっけ、いや違う、下切りスズメじゃないな。とにかく大きいのには妖怪が入ってるんですけど、立ち話で言うと、でこっちがですね、女性のティンペット、ようやく手に入りました。これをもうずっと入れていきます。で、名前はですね、あ、こんなの子なので、アシュラちゃんにしておきましょう。アシュラちゃん。というわけで、ここで3つもらえますと。では、あれだけで、ナッチンですね。いいよ、持ってく？持っていいよね、もうね。はい、上流に着きました。はい、ではですね、先ほど手に入った女性ティンペットをこれから組んでいきたいと思います。そして、完成した姿が、ドルル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 ルちょっとパーツが少ない。全然、これ、もう、この2つしかないとかだし、もうこれなんか1個しかないし、右手左手は1本しかない。これはまあ3つあったんだけど、回復に専念させるようにしますと。で、まあ、メダルはクイーンですね。今こんな感じ。何もされてません。何も行動してないので、初期状態のまんまですと。で、このパーツでじゃあ行きましょう。で、この後なんですけど、本当は洞窟まで向かうんですが、潜水タクシー、ここに乗りますと。もう一回、踊る沼に行かないで、下流に行きます。ここはね、結構引っ掛けなんだけど、100円で下流に行きましょう。踊る沼行っちゃうと、ストーリーが進んでしまいますので。で、下流に行くと何が起こるかというとですね、もう一つテンペットがもらえます。小さなつづらの方ですね。あっちをもらうことができます。ここ多分小学生とか気づかないと思いますね。はい、行ってみましょう。ここです。お、ノンストップで行けた。で、ここ小さいつづら、これももらえるんですよ。遊びに来たって言って、はい、お小遣い、まあこれ戻りの分だね。残せよ、かんちゃんがつづらもう一個持ってけって。はい、じゃあお言葉に甘えてティンペットをいただきましたと。左上のやつがフラグだったのか。うわ、何にしようかな、決めてなかったな。それじゃあね、じゃあはずるんでつ、はい、あ、そうですと。まあ、ちょっと今、何百円も入ってましたね。今、ちょうど、もう一件実況してる最中のパズルです。ちょっと実況しないといけないので、これを見るたび思い出せということで、パズルですにしていきました。あ、メダロットは今、全く組みません、特に。だって、何かの劣化になるだけなので、組みませんと。はい、じゃあ戻ろうか、ここだけ。はい、読み込みました。見て帰ってやろう。では、じゃあ今パーツが少ないのと、3体目の女性メダロットの、アシュラちゃんがちょっと弱いので、ここでちょっと鍛えていきますか。化石始めましょうか。はい、では皆さんお待たせしました。熟練の化石が終わったので見ていきましょう。ということで、クワガタから今28レベルですね、これは。で、何ルールが上がってんのかわかんないんですけど、カムシャラめちゃくちゃ上げました。で、普通は変わってないと思いますね、あんまり。で、守るもちょっと上げて、狙い撃ちもかなり、鍛えましたと。で、次、ウサギですね。この子も28レベルで、
り攻撃は、上がってないのかな。で、守るがもうアホみたいに上がってますね。防衛もちょっと上がってると思います。で、狙い撃ちを今期待中ですね。で、もう一体、女性メダロット用のクイーンですね。これ、攻撃に関するものはあまり上がってないんですけど、直すに専念させてたので、今0から28まで上がってると思います。で、回復薬に徹してますね。というわけで、この3体で進んでいきましょう。ちょっとまた今潜水タクシーから帰ってきて、ね、ここにクリムちゃんいるんですよ。クリムちゃんこの場所でどうしたのと、治ったので少し休んでますと。クリちゃんもまた見かけないと。当時も歩いたと。クリムちゃんこんなところに一人にさせて大丈夫と。で、当時らしいんです。で、この子とロボットができるんですよね。回数に限りがありまして、かなり重要なパーツを持ってます。この子はカリンちゃんはちょっと頭のホーリーボールっていうパーツですね。ちょっと座ってどうぞ。で、セントナース。これですね、ホーリーボール。完全防御っていう超強いパーツなので、カリンちゃんからはこのパーツのみを狙って戦っていきます。で、右手左手は、超人回復っていう、継続の回復版ですね。で、常にちょっと徐々に回復していくって感じです。では、やっていきましょう。これがですね、完全防御ってやつですね。で、どうなるかというと、しかも今2人防御体制取ってるから見てください。見ててください。で、これを攻撃すると、こう援護機体が入ってですね、これでも普通のガードじゃないんですよ。で、攻撃を完全にシャットアウトします。すべての攻撃ですね。確かサクリファイスだけ守れなかった気がするんですけど、それ以外は全部防ぎます。サクリファイスとデストロイだったかな。それ以外は全てシャットアウトしてしまうので、これはもう本当に壊れパーツなので、ここできっちり乗っておきますと。はい、撃破していく。めちゃくちゃ時間かかった。もうみんな防御しまくて、あーくそー、途中のくそ。というわけでリセットしまーす。はい、撃破どうぞ。またかよ。こうやって縦一線でも完全に破壊する作戦に切り替えましたと。こうすれば完全防御できますから。はいはい、違います。はい、倒しました。はい、ほい、来たー。ホーリーボール届きました。4回くらい戦ったかな。早かったですね、結構。楽しかったならば良いです。はい、はい、とも、おー、でかい、めちゃくちゃでけえ、カリンちゃんだと。で、ちなみにこのカリンちゃんとの戦闘は恋愛イベントに、含まれていないので、アリカ派の人も安心して戦ってくださいと。で、ヤマンバとして、戦うかい。はい、倒しましたと。ヤマンバ娘。ファイト先と、いらない、ジプレントロール。そういえば、さっき、ヤマンバって子供を見つけて食べちゃうんだって。本当にやっつけられるのかな。そういうこといいね。さっきですね、カリンちゃんと戦った時に、ちょっと機体を直すの忘れてたので、今からちょっと直していきます。もう、カリンちゃん仕様でね、こうやって、もう、メダフォースぶつけるための機械になってますから。というわけで直します。はい、では直し終わりました。じゃあ、進めていきますか。シナリオ。ようやくですね。はい。泥沼に行ってみようかと。泥沼ってどこだよっていう話だけど、最初のマップだよねって思ったら、こっち行くんだよね。わざわざなんか危なっかしい方に、はい、突っ込んでいきましたと。いかにも怪しいと。ここが泥沼洞窟ですかね。まあ、いいか。大丈夫かな。怖いよ。進みましょう。確かここ山伏が出てくるんだよね。うわっ、鏡山がいるけど、鏡山じゃなくて雑魚に当たっちゃった。はい、倒しましたと。ミスト、押しボール、あ、押しボール覚えたね。押しボール
押しボールってなんだ、押しボールを覚えたって言ってましたんで、これですね、多分うさぎさん29、なんか微妙なところで覚えるな。全員のスピードが上がると、これですね、ちょっと強い、全員のスピードアップさせるっていうメダフォースを覚えたみたいですね。はい、じゃあこのまま鏡山と戦っていきましょう。誰も通すなって言われてるらしいです。はい、鏡山戦ですね。これはイベント戦なんで多少、まあ、カット挟みつつやっていきますか。うわー、これはやばい。このボトムフラッシュは、アンチシーなんだよなぁ。どうすればいいかなぁ。しかも、あんまり機能しない。あ、やばい、間違った。で、ここでホーリーボールが、まあ、最初の一発は避けれない。どうしよう。あー、しかもリーダー狙ってくるのか。これは勝てないかもしれませんね。あー、容赦ないですね。これはホーリーボールが完全に、あーっと破壊されていく。あー、負けたー、負けました。まあこれはちょっと采配が悪いですね。あーはー、もうリーソンダー初ゲームオーバーです。こんな風に、負けてしまうとセーブしたところからやり直しという形になりますね。というわけで相手にアンチシー使いがいるので、メダルと組み直す必要がありますと。とどめだ。はい、頭パーツを壊しました。これは頭か、もう左腕を狙いましょう。もうこれイベント戦なんで必ず取るようにしましょう。着部、ちょっといらないですね。またリセットしていきまーす。はい、壊れる。さっさとよこせ。よし、来たー。左腕のギガトンレーザー、ギガントレーザーか。今で道を塞いでやる。力持ちそうだもんね。ズーン。あ、ちょっとセーブしましょうか。まあ、右下に見えたのが岩ですかね、その道を塞ぐ。で、皆さん、ちょっとここら辺で多速メダルとかシュートスパイダー使ってくるので、ちょっとそのパーツを奪うのに、ちょっと戦うかもしれません。ここの一角で。一角？いいか。鏡山の仕業。バトルライフル。というわけで装備させましょう。はい、ではバトルライフルを装備させてきました。どうぞ。けっ。はい、では岩を破壊していく。もう一個あったよね、岩。へっ、対空射撃、サイコミサイル。またかよ。はい、サイコミサイルつけてきましたよっと。どうぞ。もう、ししおさんが改造されすぎてやばい。やった。いいぞ、戻れ。ポケモンかな？あー！はい、では、この岩ですね。ヘビーウェイター。誰かつけてなかったっけ？あ、つけてない。はい、ベリーウェイターをつけてきました。あ、ヘビーウェイター。あ、つけてきましたよと。はい。これで全部石が壊れましたね。なんかドラッグチックな階段ですね。というわけで、ちょっと崩しすぎたんで直していきまーす。はい、皆さんお待たせしました。ちょっとここで何戦か戦ってたんですけど、多速メダロットの出現率がかなり低く設定されてる上に、シュートスパイダーもほとんど出ないので諦めますと。またドラクエチックな宝箱あるよ。パクってるでしょ、絶対。スクリプトというか、グラフィックというか。てか、また鏡山なのかよ。セーブしとけばよかったわ。岩の井だと思ったわ。
ぱいやっていく。ブレッド、あーこれはい、撃破ピカリン。違いますね。はい、撃破。頼むからテラノスレーサー。あー、軍祭、玉祭、大喝祭、頼む。来たー、ようやく来ましたー。皆さんもかれこれもう50回ぐらい来なかったんじゃないですか。クワガタメダルレベルアップします。クイーンメダル、はい、まあどうでもいいです。はい、横一線で、もうすいません、これ何回ももう 何十回も見たんですけど、進化します。ここでレベルが30になったので、クワガタの成長になりましたね。選択しなきゃと。で、今覚えたメダフォース横一線なんですけど、こちらは相手のメダロットの全てのパーツに、同じダメージを与えると。縦一線が1体のダメージの全部のパーツに対してなんですけど、こっちは、1つのパーツに、相手の全てのメダロットの一つのパーツ、頭だったら頭に全員30与えるみたいな感じですね。はい。ではセーブしていきましょう。やっと手に入ったよ、左腕。ほんとに。はい、では進めていきまーす。ではこれですね。いかにも取ってくださいみたいな、調べてみてくださいみたいなパーツが落ちてます。これが壊れたパーツで、後々に博士のところで復元できますと。では先に進んでいきまーす。これですね、宝箱。行々しい宝箱の中に1000円入ってましたと。で、先に進むとガチャガチャ。何の音だ？お、戦闘フラグが立ってますね。あそこにいるのは岩の井くんですね。はい、皆さん、雑魚戦やった後なんですけど、うさぎくんが進化しようとしてます。はい、進化して、ちょっと走ってるような姿になりました。はい、岩の井くんですね、と。何言って、お前みたいな侵入者を追い出すために。なんだお前、女みたいな格好して、そういえば女の子の格好してたんですね、今。やる気いってんだろ？お、やる気か？というわけで、岩の井と戦闘になりまーす。はい。ケチョンケチョンに痛めつけてやるぜ、と。多分、岩の井くん、変わってないですよね。一期目がブルースドッグで、ちょっと隠蔽のパーツ入ってますね。二期目がヒッパクリットですね。それでは、ケチョンケチョンに、していく。はい、ケチョンケチョンにしました。これはもう何でもいいです。ブルースドッグってその辺の男の子でも持ってるやつなので、いらないです。ヒッパクリットもロボロボ隊が使ってくるので、こいつから厳選するようなパーツはございません。それでは面倒だぜ。はい。さよなら。キク姫がいるはずだ。気合を入れなきゃ。そうなんですよね。じゃあセーブしますか。はい、キク姫ちゃんという親玉がいますので、進んでいきますと。はい、では先に進んでいきまーす。お、いましたね。キク姫ちゃんですね。キク姫、お前役分はみんなやっつけたぞ。さあ、勝負。そうなの？って。私疲れちゃった。山荒れてた。日焼けしちゃったし、ギャルですね。完全に物言いがギャルです。というわけで、キク姫とは戦わないらしいです。はい。先を急ぎましょうと。お、ここにもパーツがありますと。で、ここも壊れたパーツなんですけど、後からメダロット研究所に持っていきます。
で、何のパーツかっていうと、確かナチュラルカラーってカメレオンのパーツですね。隠蔽のやつ。で、ここ、一歩先に行くと、イベント戦が始まるので、ここでセーブ。というかもうボス戦ですね。さあ、どうなるんでしょうか。やってみましょう。はい、行ってみよう。パンパカパーン。見ると、あなたに100個目。あ、この方が多分幽霊のメダロトの柳さんですね。この、カンちゃんっていうおばあちゃんが言ってたやつだと思いますと。っていうか、そうなんですけど。はい。一旦パーツ100個集めたら、夏子が帰ってくるって。はい。コウジ君登場。トータルファイト。コウジ。こいつにまで笑われるとは。言ってるだろうが。というわけで、コウジと戦闘になりますと。こんな感じで行きましょう。で、コウジくんは純ボスなんですけど、今回このウォーバニットの頭パーツか、右手パーツですね。テンションアップと、レンジシューター、シュートバレルを狙っていきます。どちらか取れたらやめます。サーチラットはもうその辺に売ってるゴミくず機体なので、このパーツはいりませんと。ではやっていきましょう。16かな。今食らってやないか。むしゃらこう言って。で、こいつは終わりですね、これで。2機目を破壊していって、はい、あとは1匹だけ掘りましたね。はい、最後はビンでとどめ。はい、これはオーバーキルですね。もう120ぐらい食らってると思います、頭に。はい、では、コウジ君を倒して、さ、もらえ。左腕、失敗しましたね。では、リセットしていきまーす。あー、やっと来ました、皆さん。テンションアップですね。頭の超自重点、じゃないや。スピードアップさせるパーツですね。というわけで、うるさいノート、ロボロボダインが、ゴキブリみたいに出てきました。あ、え？コウジ君は様子が分かっておりませんね。で、こいつが、ロボロボ団の幹部の、塩辛っていう男ですね。こいつがボスになりますと。ザコはコウジ君に任せて、ロボトルファイト！はい。この塩辛君、いかにもこわもてのヤグザみたいな人ですね。では、やっていく。お、神曲来ましたね。で、相手はアビスグレーター。これは、ダイオウイカ型のメダロットで、頭がミサイル、右手左手が、サクリファイスになっております。では、戦っていきましょう。で、ホーリーウォールがですね、サクリファイスダイレクト特性なので、防御が取れません。狙われたやつは、そのまま攻撃を受けるしかないんですけど、とりあえずソードを、あら、かわされますね。はい、もう一発。こっちは重力だから当たるでしょう。これは当たりますね。じゃ重力で、ちょっとちまちま行くしかないですからね。で、一応この完全防御なんですけど、頭はミサイル行動なので、意味ないってことはないです。ミサイルで狙われた時は、しっかり防御するので。はい。で、これがサクリファイスですね。命中率はかなり低いんですけど、こうやって当たるとですね、多分120、30くらいます。しかも貫通しますと。で、使うと当たった、外れたに関わらず、自分で使ったパーツが壊れると。まさに犠牲ですね。その名の通り、パーツが犠牲になって、行動をするっていう感じですね。では、プレス。よし、当たっていく。キャップが、軌道が高いんで、重力攻撃しかほぼ通らないと思いますね。で、プレス。で、一番下のアルカロイドくんなんですけど、狙い撃ちしてるので、もし、サクリファイスが一番下に飛んできたら、とんでもないことになります。多分、一発でぶっ壊れると思いますけど、多分、相手のメダロット、性格が熱血っぽいので、一番レベル高い、中央の、クワガタの機体、元クワガタですけど、クワガタの機体を狙ってくると思います。なので、狙い撃ち、ぶん回しても多分大丈夫ですね。というわけで、プレスしていく。はい。当たるし食らう。あ、あと、こいつは、下の機体は、ミサイルだけですね。頭のミサイル。
これは完全防御できますと。で、アビスグレイザーのこのミサイルなんですけど、かなり、貴重な頭パーツにして狙い撃ち特性を持ってるパーツです。威力も成功も高いんですけど、これは必ず、脚部と一緒にイベントで手に入るので狙わなくて大丈夫です。という厳選ね。厳選しなくて大丈夫です。足ぶち壊れましたね。もう格闘でもいいんですけど、一応こっちでいきますか。はい、来ました。サクリファイス。ただ、一番上には、効きませんと。まあ、軌道がね、98ってもうほぼ100近くあるので、絶対に当たりません。リーダーには。はい。で、確かサクリファイスも狙い撃ちだったはずなので、こういったら回避ができないんですよ。せっかく潜水メダラットなんですけど。で、頭に45、OK。はい。では、下の機体は破壊しましたね。あとはリーダー機だけですね。今度行きましょう。プレスしていきましょう。ぶっ潰して。ぶっ潰していきましょう。よし、脚部も壊れましたと。じゃあ、あと最後は、強力な、ソードでぶった切っていきましょう。スイッ。暗い。オッケー。はい、というわけでボスの塩辛を、まあなんだかんだノーダメージだったんですけど、倒していきましたと。雑魚でしたね。まあこっちの作戦も強かったですかね。はい、ここで皆さんに、悪い知らせがあります。ここで右手左手どちらか落ちないと、また工事線から1セットになります。頼む！よし、来たー！危ねー。一発で通りましたね。というわけで、このまま、進めていきますと。はい。エクスタイズと脚部。この二つは、もらえるんですよね。ということで、ロボロボ団を、追い払ってと。どっか行ったな。出た。ちょっと遅いよ、お前来るの。あー、これでもう、華麗なる、メダロッター参上なんですけど、いやー、しんどかった。何十回か戦いましたね。このパーツ厳選ですね。まあ、ここ2連戦なんで、しかも必要なパーツ。かなりの低確率をかいくぐるって感じになりますと。あ、イベント、すいません。すっ飛ばしちゃったんですけど、終わりですね。というわけで、安心したのでセーブしていきますと。はい、では皆さん、今回はこの辺で切りがいいので、終わりにしたいと思います。では次回のパートでまたお会いしましょう。また見てね。さようなら。ポケモン、スリープ。普通のスリープです。ペクイ、メガトン、キノコの帽子、冷凍パンチ。やってんな。しかもなんか冷凍パンチ、ピーピーはみ出してるし、20、絶対やってん。もうこの人たちちょっと役決めてますよ。ちょっとどうします？サンドパン、キリハク、ナイトヘッド。ちょっとゴーストなんですか、あなた。ハゲマル、マル。